車で乗って東京に帰る。シート倒してましょう、うん、今日は往復グリーン車で千葉まで行きました、うん、これ33分の栗浜行き始発電車ですね。そうで私はちょっとお腹すいたのでご飯食べようかパン食べようかなと思ってます。発売額と異なりますのでご了承ください。そう、あの快速線のグリーン車って事前料金と車内料金があるんですよ。で、あらかじめ駅でグリーン券を購入すれば事前料金で乗れるんですが、車内で車内改札の時にグリーン券を購入すると車内料金って言って200いくら260円か70円ぐらい割高になっちゃうんです、うん、あごめんなさい食事が終わったところでもう快速電車もそろそろ発車します。時間な車内まだ車内改札受けたんですけれど、あごめん、さっき車内改札受けたんですけれど今のところ私一人ですよ。5号車2階席は、うん、さあ間もなく発車いたします。あゆっくりしていきたい。錦糸町まで約40分ぐらいの旅、移動なので、まあ、グリーン車でゆっくりくつろいで。お待たせいたしました。横須賀線直通快速の栗浜行きは間もなく発車いたします。ドア付近のお客様ドアが閉まりますのでご注意ください。間もなく発車いたします。うん、間もなく発車するみたい。ドアが閉まりました。さあこんな感じで、あれれ杖が、うん、こんな感じでね、東日本をご利用くださいましてありがとうございます。電気入ってるもん。この電車は横須賀線直通快速栗浜行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は稲毛お出口は右側です。稲毛の次は津田沼に停まります。この電車には優先席があります。まだ嘘があるのか。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上通話はお控えください。お客様のご協力をお願いいたします。今のところ私一人です。もう貸し切り状態ですよ。もうなんかお召し列車に乗ってる気分ですね。もう最高ですよ。もう私一人のためのグリーン車のって感じ。普通車はどうなんでしょうね。
もうグリーン車乗っちゃうともうやみつきというかやめられないでしょ、もうグリーン車で。さあ、私の一人貸し切り状態、お見せ列車状態はどこの駅まで続くでしょう。今西千葉通過したところですね。そう、ガラ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 、はい、そう、さっきの放送でグリーン車を、普通列車のグリーン車、快速列車のグリーン車を利用する場合に事前料金と車内料金があるんですよ。で、私は駅であらかじめグリーン券を買ってるので、橋本さんだ、そう、こんな感じなんですよ。お出口は右側です。で、要するに事前料金で50キロまでの距離、まあ禁止なんか50キロ以内なので、まあ今日ホリデー料金だからいくら570円、これが車内で買うといくらだ、800円ちょっとかかるっていう感じですね。なので、あらかじめグリーン車乗るときは車内で買いましょう。車内じゃない、グリーン車のときはあらかじめ駅の券売機とかで買いましょう。車内で買ったら割高ですよ。はい、稲城に到着です。いや、今津田沼の手前の幕張っていうところ、2つ手前の幕張って気があるんですけど、そこから津田沼の間にこの快速特急列車とかの車両基地があるんですね。幕張車両センターっていう。で、それをね、停車中の車両とかちょっとビデオで撮りたかったんですけど、カメラ回すのを忘れてしまいましてね。実はたまたま留置中にスーパーあずさの E353 系が止まってたんですよ。これもお見せできなくてね、ごめんなさい。で、今列車は津田沼を出たところで、東船橋を通過してますね。そう、千葉から先走ってる、これサッカーで言うね、市立船橋高校かしら。まもなく船橋、お出口は右側です。船橋の次は、さあ、いよいよここから高架に入りました。高架の区間です。さあ、今電車、この列車120キロ出してますが、120キロってこんな感じなんですよね。新幹線乗ってると120キロってすごいゆっくりに感じるんですけれど、やっぱり在来線の120キロって、でも2階建てのグリーン車ってそんなに120キロってあんまり速く感じないんですよ。逆に下の1階席とか平屋の方が速く感じるんじゃないでしょうかね。最後、下総中山を通過したところです。一路栗浜に向かっているところなんですが、もうこの車両設計最高速度も120キロなので、ね、目いっぱい飛ばしてますね、直線なので。今 E157 系特急列車が、あれ潮騒かな、通過したところですけど、元八幡です。まあ、こんな感じでしょうね。さあ、列車はあと3分ほどで1番に到着しますが、
列車は地下で特急の通過待ちはあるんでしょうか。そう、この先電車が揺れますのでご注意ください。お立ちのお客様は吊り革や手すりにおつかまりください。 We will be changing to another track. If you're standing, please hold on to a handstrap or rail. まもなく市川、お出口は右側です。市川の次は新小岩に停まります。 The next station is 市川J024. The doors on the right side will open. The stop after Ichikawa will be Shinkoiwa. は機密行きが止まってきましたね。機密行きの入線です。あー、また西日がすごいですね。さあ、もう新小岩過ぎるともう次錦糸町ってところで見えてまいりましたのが東京スカイツリーです。高さ634メートル、武蔵っていうぐらいですかね。電波塔では世界一の高さと言われてますが、これがもう小岩あたりから見えてきてます。これ今渡ってるの荒川で、今満潮時間帯かな、荒川を渡ったところですね。さあ、スカイツリーは錦糸町までずっと見ることができますよ。今日は車内販売だな。スカイツリーがほら西日と、スカイツリーをね、ほら大きく見えてます。西日に差してね。今日はね、車内販売がもうグリーンアテンダントさんが、ね、2人で回ってるんですよ。で、頻繁に回ってるので、今日はあれかな、何かなと思って、必死なんだな、彼女たちも、と思って、思いますね。これは、総武本線の貨物線ですね。越中島の貨物駅に行く貨物線ですね。もう間もなく亀戸ってところで、お次の錦糸町で私は降りることにいたします。いや、まあこういう感じで、まあ錦糸町に到着しましたわ。そう、こんな感じですね。そう、行き先ほら、今日ね、アテンダントさんが2人乗ってちょっと添乗してるんですよ。でもグリーン車本当にこんだけガラガラですよ。これですもん、4号車本当にこれだけしか乗ってない、ということですね。まあ、無事に演奏終わりましたし、まあ、あと家帰って編集と言いたいところですが、編集してる暇がない。家帰ってピアノの練習、それ明日は矢付きで行きます。ということで今日は、この辺で失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。